はい、皆さんこんにちは。ハレルヤプロズの津村健二です。今日は久しぶりとなるデッキ紹介の記事をお送りしたいと思います。今回のお題となるのはこちら、グリクシス・デス・シャドウになります。グリクシス・デス・シャドウというのは、アラアラの断片で登場した青、黒、赤のカラーリングを指すグリクシスと、こちらにある死の影、グリクシス・シャドウはこちらのカードをキーカードにしたデッキになります。はい、それでは早速、デッキの紹介に移りたいと思います。はい、こちらがグリクシス・シャドウのデッキになります。はい、デッキ2面にもなっている死の影を筆頭に、思考が濃い、コジレックの神紋、頑固の否認といったカードで対戦相手を妨害しながら攻めていくデッキになります。はい、死の影を使ったデッキでは、違ったバリエーション、ジャンドという、黒赤緑のバージョンを以前ハレリアプロズの井川義彦さんが紹介してくださっているので、そちらの動画もぜひご覧になってみてください。はい、改めましてグリクシス・シャドウの説明に移らせていただきますが、こちらのフェッチランドと呼ばれる1点のライフを支払ってライブラリーから好きな土地を探せる土地があるんですが、こちらからギルドランド、2点のライフを支払うことでアンタップインできる、これら5種類の土地を持ってきて、ライフを積極的に減らしながら死の影を、素早く出せるように準備していきます。はい、死の影を出すにあたってまずはライフを減らしていかなければいけないので、先ほど紹介したように土地であったり思考囲いであったり、通り魔の悪霊、これは2点のライフを支払うことでサイクリングすることができます。こういったカードでどん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 ライフを支払っていって死の影を素早く展開していくことを目指します。グリクス・シャドウならではの魅力としましては、タシグルとアンコウ、これら2種類の探査クリーチャーを使うことができるところです。探査クリーチャーというのは墓地からカードを追放することによってここの無色の部分を、補うことができる、墓地からたくさんのカードを追放すると、わずか黒1マナで召喚することができるクリーチャーたちです。はい、それを出すにあたって役に立つのはこちらの思考破棄です。対象のプレイヤーのライブラリーから2枚のカードを墓地に落としてカードを1枚引くことができるんですが、タシグルやアンコを出すにあたってなんと1枚で3枚分の、カードを稼いでくれるということで非常に役に立ちます。はい、それと血清の原子、選択といったカードでデッキの安定性が他のデスシャドウデッキに比べて高いこと、これがグリクシシャドウの魅力になります。はい、そして、これらのカードを使い回すことができる瞬章の魔導士、2マナ21瞬速のクリーチャーで場に出た時に墓地のソーサリーかインスタントにフラッシュバックをつける能力なんですが、このデッキのようにソーサリーやインスタントが大量に含まれたデッキだとその力を遺憾なく発揮することができます。はい、除去呪文には今をときめく致命的な一押し、こちらの死の影であったり、タルモゴイフといったクリーチャーをサイズに関係なくたった1マナで殺すことができる優秀な除去呪文です。あとは昔から、活躍している修士、こちらもサイズを関係なくクリーチャーを殺すことができる、たった2マナの優秀な除去呪文です。そして死死切断、こちらもほとんどのクリーチャーを除去することができる優秀な除去なんですが、死の影のためにライフを支払うという能力も兼ねておりまして、ファイレクシアマナという特殊なマナをコストの支払い方ができる1枚です。最高で4点のライフを支払うことができるので急に死の影のサイズを上げたりといったトリックとして使うことも可能です。はい、そして最後にコラガンの命令、こちらはちょっと除去としての性能は低いんですが、瞬章の魔導士や死の影を墓地から手札に戻したり対戦相手にディスカードを強要したりと、見た目以上に器用な1枚です。神話デッキやランタンコントロールといったアーティファクトを主軸にしたデッキにはかなり致命的な、1枚となります。はい、そしてこのデッキで1枚しか採用されてないんですが非常に重要な1枚がティムールの激闘です。このカードがないと基本的にこのデッキっていうのは、クリーチャー1体か2体で戦闘を繰り返すことになるので、相手が大量のクリーチャーブロッカーを用意してくるときにちょっと打破するのが難しいという側面があるんですが、こちらのティムールの激闘さえあれば、
なんと篠影に2段攻撃をつけながらトランプルをつけてくれるので、対戦相手がブロッカーをいくら用意しようとそれを打ち破って勝つことができるようになります。はい、1枚しか入ってないのでなかなか引けないように思われるかもしれませんが、大量のドローサポートに加えて春章の魔導士と四方破棄の組み合わせもあるので1枚デッキに入れておくことには大きな意味があります。はい、最後の1枚のベールのリリアナは対戦相手の手札を妨害することもクリーチャーを殺すこともできる非常に便利な1枚です。このデッキは青白コントロールといったデッキを少し苦手とするんですが、そういったデッキに対して、メインボードから除去を捨てながら対戦相手にプレッシャーをかけていくことができる優秀な1枚です。はい、手札破壊の枚数なんですが、思考囲いが4枚、コジレクの神門が2枚になっているのは、2つ理由があります。1つ目に思考囲いは先ほどお伝えしたように死の影を成長させる、素早く出すためにライフを減らす手段になってくれること、そしてもう1つは、このデッキは実は、5マナ以上のクリーチャーだったりスペルにちょっと対抗策が少ない、という特性がありまして、例えばこの致命的な一押し非常に優秀なんですが、ちょっと5マナ以上のカードには手が届かないということで、コジレックの神門4枚、致命的な一押し4枚というフォーメーションにしてしまうと、そういった弱点がより顕著になってしまうため思考囲いが優先されることが多いです。はい、ここからは実践編として、実際の試合の模様をお届けしていきたいと思います。はい、こちらが初手の7枚なんですが、かなりバランスのいい初手なのでキープします。最初にまずは、フェッチランドを使うことになるんですが、一応青黒だけ島と沼の両方をサーチすることができるので、もしフェッチランドが数枚ある場合はこちらを最後にフェッチするようにしましょう。はい、というわけでまずは沸騰する証拠から1点のライフを支払って、はい、さらに2点のライフを支払って湿った墓を戦場に出します。さあ、そして、思考囲いで対戦相手の手札を見ながら一番こちらにとって困るカードを抜いていきます。はい、こちらの通り魔の悪霊なんですが、このカードは基本的に、動くことがなくなったら何もすることがなくなった場合にサイクリングするようにしています。はい、このターンは思考囲いがもう確定だったので、他に何を引いてもその行動が変わることはないので、このターンをサイクリングせずに次のターンまで待ちたいと思います。さあ、そして、次のターンドローします。さあ、それではセットランドをしてフェッチランドを切ってライフをさらに減らしつつ土地を並べていきます。さあ、ここでまずは思考破棄を自分に打ちます。そうすることでなんと2ターン目にしてあっという間に墓地が6枚になりました。ここで探査能力を使ってアンコをキャストします。こちらの6枚を追放しながら2ターン目にして5のクリーチャーが戦場に出ました。はい、ここですることがなくなったのでこちらの3ターン目アンタップしてドローします。おお、すごい。さあ、なんと2枚目のデスシャドウを引くことができたので、ここでさらにセットランドしてもう3点ライフを支払います。さあ、ここで、このまま死の影を2枚呼ぶと1マナ余る状態になるので、他のアクションを探してこちらをサイクリングします。さあ、これで残りのライフが7です。さあ、春章の魔導士ですが、このターンとりあえず攻撃して死の影をキャストしていきます。今66ですね。さあ、そして、対戦でクリーチャーを展開してくるようであれば、エンド前にデッグをしてこちらのターンに向かいます。さあ、もうこれは盤石ですね。対戦相手はこちらのクリーチャーを抑えるにもあまりにもサイズが大きい556666で、手札には何でも打ち消すことができる頑固な否認と、墓地の致命的な一押し、さらにはこちらの頑固な否認を再利用できる春章の魔導士が控えていますので、このままサイズの大きな55のアンコウと66の死の影2体で対戦相手を打ち倒してしまいましょう。はい、デッキ解説は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。
コンボデッキに強くて、普段のマジックとは全く違った動き方が魅力のグリックスデッシャドウ、皆さんもぜひ組んでみて遊んでください。ありがとうございました。